姿勢を直して背中のハミ肉をすっきり解消しましょう。膝と股関節を曲げて横向きに寝てください。肩を反対の床につける意識で腕を動かすと背筋が一直線になります。反対です。なるべく遠くに腕を伸ばして肩より下がらないようにしてください。首が痛い方はタオルを頭に敷きましょう。膝と股関節を90度に曲げて腰が反らないようにゆっくりひねります。背骨の動きがスムーズになり腰回りがすっきりします。背中を床につけて腰を丸めます。顎を引きながら腕を伸ばすと胸が開いて猫背が解消します。ロールオーバーは背骨全体を動かします。顎を引いて足を床につける意識で背中を丸めましょう。腕を Y の字に開いて上半身を起こしながら片方ずつ上げてください。肩甲骨の間の筋肉が鍛えられて背中に縦線ができます。最後は30秒間キープします。腕と足をなるべく遠くに伸ばして腰が反らないように下腹に力を入れましょう。反対です。腕と足に力が入る方は肩がすくみ腰が反っている可能性が高いです。痛くならない範囲で無理なく行いましょう。あと少し、呼吸は止めないようにしてください。お疲れ様でした。背骨が動くと腰回りのたるみが一回り細くなります。1日4分続けましょう。